こんばんは。結婚してありがとう。ハートもたい焼きもパンもありがとう。こんばんは、中村舞です。皆さんお疲れ様です。よいしょ、ちょっと、こんばんは。本日HT48 ファーストアルバム懐かしい明日発売日です。パチ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 、 ありがとう。ハートにたい焼きにバラに鑑定にありがとうございます。リリースイベントも、終わり、はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとう。あ、ちょっと待って、じゃん、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、ゲットしました。ありがとうございます。もう開封しちゃったんですけど、ちょっとショールームが反射してる、画面が。じゃーん、じゃじゃーん、ありがとうございます。嬉しいです。タイプ A タイプ B、 ありがとうございます。どうだろう、ありがとう。そう、この中にフォトブック入ってるんですけど、めっちゃね、いい、本当にいい。これ、あ、これぜひ見てください。いいので、え、めっちゃいいですよ。マジでいいよ。マジでいいよ。この時の私はね、ちょっとストレートロングおろしなんですけど、超いいのでぜひ見てください。嬉しいです。フォトブックあるの知らなくてめっちゃ嬉しかった。めっちゃいいよね。写真は石原優菜ちゃんと兵藤葵さんが出ました。私の写真は皆さん出ましたか？どうでしたか？出たかな？出なかった？出た？タワー来たよって。待って、誰だ？ん？どこだ？あれ？あれ？どこだ？やばい。あ、出てないね。出てない人多いんだけど。ね、待って、どなたか教えてもらってもいいですか？1位の方か、アルフォートさんか。ありがとう。流れちゃってた、ごめん。アルフォート、ありがとう。ありがたわ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。一
押しですよ。ありがとう。今日はね、握手会もありましてですね、めちゃめちゃ楽しかったです。なんか久しぶりに握手しましたね。めっちゃ近いし、久しぶりにこの感覚をまた味わうことができてすごい嬉しかったです。握手会やりました。次今週末にあるので16日かな。ね、握手楽しかった。やわやわ、なんかさ、私めっちゃ言われたんですけど、なんか柔らかいですねみたいな言われてさ、私手柔らかいとか思ったことなかったからさ、なんか手柔らかいって何みたいな、ふわっとしてるね、ふわ、ありがたわだ、はやりんごさん、ありがとう、かわいいクマ、メイドクマ、ありがくま、ありがとうございます。ありがとう、ザクシュ、愛のまさかんだし、ありがとう、ありがとう、嬉しいです、本当に。ありがとう。なんかね、そう、めっちゃなんかね、よく言われた気がする。なんか手が柔らかいみたいな、手ふわふわみたいな、手ふわふわっていうか、手なんか、何それと思ったんですけど、私なんかあんまりなんかちょっとわかんないんですけど、その感覚。ありがとうございます。でも見て、そんな風に見えなくない？コロナ前には言われなかった、記憶ないな、そこ言われてないよ、そんな手の感想あんま言われたことない気がする。どうだろう、汗かいてるねって言われたことあるけど失礼かなと思って、嬉しいよ、ふわふわらしい私の手、初めて言われた。緊張してあんま覚えてないってそうだよね。優しいって、楽しかった、本当に。なんか結構複数例の時は声を張らないと結構厳しいかもしれないですね。そう、なんかパーテーションが1枚あるんですけどっていうのと、まあ、複数レーンってのもあるからかな。もう超楽しかったです。そう、ビニールみたいな、そう、やわやわのやつがある。ありがとう。早く握手したいね、早くしましょうねお見送りの、あ、そう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 、やわやわのふわふわのビニール、楽しかった。今日はダンス動画も公開されたのでぜひ見てください。あれです、愛の重さのダンスだけのバージョンも公開されました。公式 YouTube ぜひ見てください。見た？
骨から触らし先ほど見ました、ありがとう。心がしびれましたか走ってない、走ってないよあのダンスは。心がしびれるくらい、ぜひ見てください。抜け剃るフリー、あ、あれかな、あのソロのところ、なんか最初暗いバージョンからで最後のサビで明るくなるの。結構撮りましたね撮影。そうなんです、みんなでいっぱい練習して。何テイクしたかな、わかんないけど結構撮りましたね。ありがとう。そうなんか引きで撮ったり寄りで撮ったりとかいろいろ動きながら撮ったりとかで結構撮りましたね。確か花は誰のものの、リリックダンスリリックビデオの時と同じ監督さんだったかな、撮ってくださってたかな。そう最近撮りましたよ、あれいつだったかな、最近撮りました。ツアーが終わった次ぐらいに撮りました、次の日ぐらいに。嘘嘘、その次の日ぐらい、いや分かんない、その辺に撮った最近じゃない、めっちゃ。6月入ってから撮ったよ、めっちゃ最近じゃない、早いよね、ね。ありがとうございます。今髪の毛もほどいちゃった、まとめてたんだけど、キャーン。編集早い。またリリースイベントでも、私は、川崎と愛媛にそう出演させてもらうので、ぜひ皆さん会いましょう。なぞうな、川崎ラゾーナ川崎はさ、その日やついフェスがあってさ、そうなの、そのイベントが終わった後にやついフェス出るの。そうなんだよ、ありがとう。今日はいっぱいおめでとうを言ってもらってすごく嬉しかったですね。
そのセンターおめでとうってのも言ってもらったし、写真集もおめでとうって言ってもらったし、めっちゃたくさんなんかおめでとうをいっぱい言ってもらって嬉しかったです。ありがとう。新しいアーシャ可愛いね。ありがとう。あの青い背景のやつね。うん。なんかさ。ノアピがさ、私にさ今日さ、なんか誕生日プレゼントも兼ねてみたいな感じでさ、なんかくれたの、なんかこれくれたのでプレゼントですみたいな感じで、でさセンターのお祝いにもなったらいいなと思って選びましたってさ書いてあってさ、何くれたんだろうと思って見たらさ、リーフパイくれたの。なんかさ、あの火事にさリーフって出てくるんだけどさ、なんか粋なことしてくるなと思ってさ、ノアピーリーフパイくれるでなんかさ開けてみたらリーフパイ入っててびっくりしたの。でそう結構粋なことしてきますね、リーフパイ。火事にねリーフって出てくるの結構で、振りにもリーフが出てくるんですよ、リーフの。そう最後とかもこれリーフパイいやなんかノアピおすすめですって書いてある、あのリーフの絵ちゃんと書いてある。しかもさこの手紙のやつってさ、あのこれあれじゃん、あのなんていう、あの CD ショップとかに行ったらさ、あの生誕メッセージみたいな感じで置いてあるやつじゃん。これさメッセージカードさ、メセカこれ取ってきて書いたんだと思って。そう。リーフパイ。そう生誕のやつだよねこれ。絶対そうだと思って。いただこうと思います、リーフパイ。リーフを感じて、どこの、え、リーフパイ、あ、どこのだろう、東京のリーフパイ東京のリーフだよこれは。東京って書いてあるよ、東京。東京都日野市。あ、そうそうそう、製造所、製造者は銀座、銀座のリーフだ。ありがとうございます。東京のリーフをいただきました。舞い降りてきました。ありがとうございます。いい日になりました。なんかさあたくさん取材をしていただいてて、本当になんかリポストできてるのかなってすごい不安になるんですけど、めちゃめちゃ多分いっぱいリポスト してると思うので、よかったらぜひ見てください。記事とかたくさん、そういろんなとこもう本当にいっぱい載ってて、そうたくさんの方に取材していただいたんですけど、ちょっとあのリポストし忘れてないかなって不安なんですけど、
よかったら見てください。おやすみって、おやすみ、うえー今から荷造りを始めます。中村はイナッチさん、ビタミンさん、福ちゃん丸さん、イズミンさん、クマネパパさん、おっさんずおっさんずしげぞうさん、きなぺこさん、とおるさん、なんばのひととさん、東京のスワンさん、ハイリンゴさん、ミッキーさん、1位はドロロロロドドン、アレフォートさんでした。なんかタワーがもう一個立ってた。いつ立ってたのこれ。3個になってる、増えてる。ありがとう。これは2位の人、ミッキーさんか。ありがとう。いつ？全然気づかなかったんだけど。ありがとう。今日もマイキューと絡みゼロ。今絡んだよ。ありがとう。今日もありがとうございました。皆さん、懐かしい明日、ぜひたくさん聞いてください。映像もいっぱいご覧ください。はい。ゲットしてね。おやすみなさい、おやすみなさい。また明日、明日は木曜日です。そうだ、リリース日はだいたい水曜日なんでね、いつも明日は木曜日です。また明日。おやすみなさい。さ、初めて分かったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい、ずんちゃんずんちゃん、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、無責任に愛した頃は軽々